あ、どうもどうも。あ、マスクつけたらがいいわな。お疲れ様です。すいません、どうも。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。どうぞどうぞ。はい。お邪魔しまーす。はーい。どうぞどうぞ。相変わらず、手間ついてないところですが。いえいえ。どうぞどうぞ。はい。ありがとうございます。はいどうも。準備してたんですか。ごめんなさいね。いや、何の準備もしてないですよ。それ いつ買ったんですかそれ。前からつけてると言いたいところですが、まあ2、3週間前に買いましたかね。なんで買ったんですかそれ。仲間からお前はとにかく、うん、もう考え方とかそういうものがとにかく弱腰だと、はい、メンタルから今回の試合は変えていけって散々言われてきたんで、はい、僕結構形から入るタイプなんで、はい、まあ今回はちょっと強気に生かしてもらいます。もうインタビューで何聞かれても強気に答えようと。それでなんか自分を変えようってことでそれを買ったと。そこですね。まあ正直まず形から、これもそうなんですけどね、形から変えようと思って。あ、山内さん、はい、ちなみにちょっと冷蔵庫使ってます？もちろんです。おかげさまで本当にめちゃくちゃ役に立って。中身見ます？ちょっと見せてもらっていいですか？どうぞどうぞ。ね。ちょっとね、人に見せるのも恥ずかしいですが、どうぞどうぞ。ライトつくから。こっちか。どうぞどうぞ。ごめんなさい。食品というか、はい、今やっぱり試合前だから食べ物よりも、うん、結構その疲労回復グッズとか、はい、怪我した時の治すものが入ってて、アイシング、それにめちゃくちゃ役に立ってます。アイシング。ちょっとね、これもう治ったから言うんですが、実は長年ずっと怪我に悩まされてて、はい、病院行っても全然治んねえし、どうしようかなって思ってたんですよ。はい。ところが、はい、冷蔵庫のおかげでやっぱり氷が手に入ったんですよね。はい。で、アイシング、その、なんていうか、その湿布とかも、はい。やっぱ冷やせるから、はい。それ使ってたら、本当に、あ、これはタオルなんですけど、タオル冷やしてそれを患部に当ててアイシングするみたいな。あ、なるほどですね。わ、めっちゃ鳴った。ごめんなさいね。なんか、一回じゃあ閉めて。そうですね。これは、なんですか？これ金管ですか？あ、金管ですね。金管と、ああ、まあなんか、なんかね、フェルビナグなんかがなんか入ってるっていう、なんか塗り薬かな。塗り薬。あ、それはね、焼きそばにかけるソースなんですけど。焼きそばソース。まあ、節約になるんでね、やっぱりこう、なんかこう、乾麺だけ買って、それに焼きそばソースかけて食べるみたいな。ああ、乾麺ですか？え、乾麺に直接かけて。あ、まあ、かけ、違う。乾麺を茹でて、ああ、茹でて。それにソースかけて、ああ。まあまあ、いいんです。それはちょっと明かりがつかないのかな。ちょっと待ってください。トイレの明かりをつけて、それで。大丈夫、見える。なんか、すごいっすね、このトイレも。ああ、すいません。ちょっとね、中は汚れてるから、ちょっとね、あんまり出せないんで。まあ、掃除はしてるつもりなんですが、こびりついた汚れがなかなかちょっとね。真ん中にあるんですね。そうなんです。真ん中にあるんですよね。ごめんなさい。なんかいろいろ汚れがやってるから、あんまり。いい。ちょっとあれなんですよ。あ、ようやくここで食品が。どれですか？甘エビ。あ、それはあの、千春の餌なんで。あ、千春ちゃん。あの、本当におかげさまでね、やっとね、ここで入るね。はい。やっとね、煮干し以外にも食わせることができて、そこに入ってるのはほぼ、カエルの餌ですからね。これレタスっすよね。あ、レタスは、これはあの、なんていうか、アイス代わりに、あまりにも疲れた時に、はい。アイスとして、それをなんか凍らせたレタスを、アイスみたいに食うんです。はい、頭の中でこう、なんかこれは甘いって思って、アイスとして食べると、なんかすごくなんかね、癒されるんですよ。うん、実際食べてもほとんどカロリーないし、うん、野菜のほのかの甘みがあるんで、ああ、なるほどね。かつ節約みたいな感じで。ああ、節約、やっぱり減量。減量だからしょうがないですね、今は本当に。減量がなければちゃんとしたら食ってますね。ただ今はちょっと、はい、減量があるんで。で、あとお肉とかですかね。これはもう買えるのやつですね。全部さ、もうこれをちょっと軽く茹でて、そうですね。あ、そうなんですね。カエルちゃんの餌ですね。まあカエルももう今はね、そろそろ寒くなってきてるんで、あんまり餌食わないですよね。ちょっと映してもいいですか、カエル。どうぞどうぞ。2匹ともいますね。まあそろそろ冬眠ですけどね。
カエルって冬眠するんですか？ああ、あの、まあ、種類にもよりますけど、日本にいるカエルはみんな冬眠しますよ。へえ。でも、だから、ぼちぼち土に入れてやって、自分で潜って、来年の2月、3月ぐらいまで、はい。そうだった。じゃあ、実は今回どうしてもね、はい、いいですか、はい、まあ、はい、使う使わないか50なんですが、こちら、はい。実は前回の試合の時にもアナウンサーの方に読み上げてもらったんですけど、はい。なんかね、僕の、なんか僕を応援してますって人から、はい、なんかこう、応援団みたいな感じで、はい、前回の試合の時に、はい、なんか直接、投げ銭じゃなくて、直接お金が送られ、ジムに送られてきたりして、あ、そうなんですか？本当にありがたかったんです。何人ぐらいの？とりあえずなんか3名の方が、はい、なんかそれぞれの地区、なんか、神奈川、神奈川支部とか東京支部とか、なんだろう。支部？なんか支部って、千葉支部とかっていう人が、はい、山田区応援団みたいな感じで、お金を直接送ってくれたんですよ。各地域から。そうなんです。すごいですね。はい、この方たちにはなんかお礼はしたんですか？いや、実は住所がどこにも書いてないんですよ。要するに、神奈川から応援してますか、東京から応援してますとかで、とりあえずなんかもうとりあえずその、なんか試合当日に、はい、あのね、リングアナの人に読み上げてもらうぐらいのことしかできなくて、こういう人からお金が入りましたみたいなこと、住所はどこにもないです。だから、決してそう、要するにお礼が欲しいんじゃないと、いうことでしょ、その人たちも。僕はやっぱり次のリングに上がるのには、やっぱりこう、なんと言っても僕を応援してくれてる人たちに、応援してよかったって言わせるような試合をしないと、もう選手としての引き際もやっぱりなかなか引けないので、応援しててよかったって言わせたいんで。うん。で、今日こんな格好してるのも、とにかくお前は、普通の人が絶対できないような、なんていうかその、人前で試合をするっていうこと、絶対できないんだと。ちゃんとライセンス取って、それなりの勝ち星を上げないとできないことなんだから、そういう時にはもう絶対に自信を持てって言われたんです。もう、そしたらもう形からだろうが何だろうが滑稽に見えようがやりますよ。はっきり言います。次の試合は僕が野口さんを判定じゃなくて、KO で勝って A 級に上がります。断言します。自信はありますか？僕一人だったら無理でしょうね。僕一人だったら小渕くんにやられたみたいにあっという間に KO されるか、散々料理されて終わるか。でも今回は渡辺がついてますから。渡辺がいてこその僕なんで。渡辺がいれば多分、1年前野口さんに勝てたのは、まぐれじゃないです。僕一人だって勝ってたら完全なまぐれでした。渡辺がいてこそです。あの男がいなければ、多分、もうやめてるでしょうね。もう勝てないから。勝てないからやめてると思います。だから、次の試合は絶対 KO で勝てると思います。はい。それ、ちなみにそのメガネって、あ、はい。いつもつけてるんですか？あ、いや、まあ、今日初めてつけましたけど。じゃあ、ジム行くときは、それで。つけないです。つけないです。会長に怒られるんでね。なんでお前そんなのつけてんだ？ふざけてんのか、ボクシング舐めてんのかってなるんで。つけないですけど。山田選手と、まあ、試合、決まったわけですけど、まあ、一回、負けたじゃないですか。まあ、リベンジの機会を得たっていうことなんですけど。まあ、それは、良かったですか？あ、そうですね。まあ、今、連敗なんで。なんか後楽ホール入るだけでなんかこう嫌なイメージが浮かんでくるぐらい結構こうトラウマっぽくなってるとこあると思うんですよね。で、まあ、試合前からすごい硬くて、でそこまあ克服しないといけないんで、まあ、作戦も全く違うことやってて、スイッチも全くしないし、 あの日とかですか？そうです、そうです。もう1ラウンド始まった瞬間からもうやばくて、でもうダウンしてからもう一気にこうもう頭の中真っ白になったというか、体が動かないみたいな。ダメージじゃなくてってことですか？ダメージももちろんあったと思うんですよ。あんだけ思いっきり振りかぶってもらってるんで。だけど、それ以上になんかそのメンタル的になんかなってるんですよね。うん。だから、もうびっくりするぐらい体が動かなくて。うん。で、いい時ってのはなんか、もうなんかもらうわけねえじゃんっていうぐらいの強気でいけるんですよね。いい時って本当上がり下がりあるんですけど、スパーリングでもあるんですけど、いい時はもうなんかだから下げてもらうわけねえじゃんこんなんて、もらっても大丈夫だよぐらいの感じでいけるんですけど、ダメな時はもしもらったらどうしようみたいな
もし一発で終わっちゃうとか言って、それがもうここ最近の試合は毎回もう試合リングが上がるときにもう死刑台にあぐれるぐらいの気持ちでになっちゃってるんですよね、メンタル的に。でそれ克服したいんですよね。あれ8連勝でしたっけ、そもそも。そうですね、引き分け挟んで9連勝、最初負けてて、そこからバーっといって、そこからもう急降下みたいな感じ。あの土屋周平戦をきっかけにですよね。あの試合終わってからずっと負けてますもん、ね、移籍してから1回も勝ってないんで、本当申し訳ないんですよ。で練習してた、負けてもなんか練習してたことを全部出して負けたなら、なんかそのトレーナーとかも浮かばれるじゃないですか。だけどなんかせっかく今までやってきたこと全く出さずに終わってるっていう試合ばっかりなんですよね。今回の、あの今回というか前回の山田戦以外も全部そういう終わり方なんで、こうもう思い切ってやって負ければいいんですけど、その思い切ってやるっていうのができない感じになってるんですよね今、うん、それをイップス状態に近い。そうですそうです、もう本当にその感じです。多分これもまあいい人生かなって思ってるんですよ。こっから乗り越えてチャンピオンになるっていうのが自分の人生のいいストーリーじゃないけどっていう風に自分に言い聞かせてやってます。409人が新型コロナウイルスに感染していることが、65歳以上の人や医療、 While the world buckled from the COVID-19 crisis and continued want to have pharmacy to buy a mask.While the world buckled from the COVID-19 crisis and continues to rush for weeks appeared to